250番チャンネルをご覧の皆様、本日は謝罪動画ということで、この動画に広告はつけておりません。先日の10月30日、えー、ハロウィンの日ですね、その日に私はですね、六本木の駅近くのバーでオフ会をやりますという形で、サブチャンネルの方で宣伝をさせていただいておりました。しかしながら、その、 10月の30日お店側の都合で11月の20日に変更してくれということでしたので、えー、日にちが変更になってしまったことは仕方のないことではあるんですけども10月の30日、えー、予定を空けてくれていた十数名の方に、えー、日にちが近づいてからお断りするという、まあ、いわばギリギリの状態で ドタキャンをするような形になってしまいましたこの場を借りてお詫びをしたいと思います申し訳ございませんでしたえそんなのどうでもいいってなんだよって何を謝罪するのかと思ったら釣り動画かよってそうです釣りです <laughs> すいません えー、つまりですね、何が言いたいかというと、11月の20日、えー、六本木でオフ会をやりますので、初のオフ会となりますので、ぜひ来てくださいというお願いでございます。お店側の方からですね、えー、六本木価格ということで、1万円で、えー、お酒飲み放題という形で提示されたんですけど、ちょっと1万円は高いんじゃないですかと。いや、六本木ですよっていう。 ののこうやり取りの中でじゃあもう8,000円5,000円だと安いからまあ間取って8,000円でみたいな感じで,でちょっと値段8,000円になってしまったんですけどまあ場所も場所ということで飲み放題でつけれるそのお酒はあのつけてくださいとお願いをしてありますので予算は8,000円からという感じでまあ気軽に来れるような値段でもないんですけどまあ僕が貧乏だからそういうふうに。 8000高えなって思うのかもしれないですけどまあ予算はそれぐらいからという感じになりますでこれぶっちゃけで言うと企業案件みたいな感じでえ最初1日店長をやってくださいということだったんですねただ僕お酒も飲めないですしなんかちょっとめんどくさいなと面 <laughs> 倒くさいなと思ってあの人呼べるような自信もなかったのでえでも YouTube やってるんですよねああ YouTube やってても別にファンがついてるとは限らないんですよっていうような <laughs> あの話をしてですねまあ一日店長っていうのもあの堅苦しいんでオフ会という感じでえやらせていただくことになりました以前にですねお世話になった社長さんですので売り上げに協力できればという感じで思っております遠すぎて来れないっていう方もいらっしゃるかと思うんでえ当日ライブ配信をやることにしましたでその映ってる誰々さんに このテキラ飲ましてくださいとかあのスパチャでいただいたものはそのまま僕お店に入れますんで,でそこにいる、まあ、例えば、まあ、テキーラガールさんがテキーラガールさんも呼ぶ予定なんですけど、まあ、テキーラガールの女の子にこれで飲ましてくれっていうことでいただけば、えー、飲むか飲まないかはその子次第なんですけど <laughs> まあそ,のそういう感じで遠隔でお酒も入れられますっていというような体制も取らせてもらおうかなと思ってます。 まあ例えばですね、見かけさんにシャンパン飲ましてあげてくれとか、もしくは見かけさんにシャンパン飲ましてあげてくれとかね。はい。そんなことも入れたら、まあお店にちょっとはね、売り上げ協力できるのかなっていうふうに思いましたので、えー、11月20日、近い方は、もしよかったら、お、えー、フ会やりますので、六本木駅付近のバーになります。でそちらでお、えー、フ会をお願いいたします。まあ、LINE グループかなんか作っておきます。 この辺に、えー、概要欄かなんかに、オープンチャットか、LINE グループかなんか、そういうものを作っておきますんで、参加する方はそこに、そこに入ってきてください。で、メニューとかもそこに載せれるようだったら、あらかじめ載せるようにするんで、そんな感じでよろしくお願いいたします。えー、釣り動画をしてしまい、えー、申し訳ございませんでした。これが本当の謝罪動画です。申し訳ございません。 皆様様おおお待ちししております。お疲れ様でした250万チャンネルをご覧の皆様本日は謝罪動画ということでこの動画には広告はつけておりません。<laughs>